JR 東海は東海道新幹線について大雨のため今日の運転を全線で取りやめると発表しました。東海道新幹線今日の運転を全線で取りやめると発表しています。そして東海道新幹線は明日始発から三島から名古屋駅間で終日運転を取りやめます。東京駅から三島駅間そして名古屋駅から新大阪駅間は小玉を1時間あたり2本程度運転し。 名古屋駅を発着するのぞみと光はすべて運休となります。また明後日から月曜にかけ計画運休や長時間にわたる運転の見合わせを実施する可能性があるとしています。